銀山平登山口から登ること3時間。道行き山の先に見えてきたのが、今回目指す越後駒ヶ岳です。豪雪地帯の魚沼。この時期はまだ一般的な登山ルートのしおり峠まで車で入れないため、300メートルほど標高の低い銀山平登山口からスタートです。一緒に登るのは登山ガイドや小屋番をしている星義弘さん。この辺はもう芽吹いたばっかりですから、ね、淡い緑、残雪がすごい綺麗ですね。ブナの緑って本当にね、明るさが違いますね。柔らかさって言いますかね、光が抜けてくるような輝きのあるような新緑ですよね。雪深い魚沼にようやく春が訪れました。山頂までは片道およそ9キロとかなりのロングルートです。いやー、きついですね。そうですね、暑いですね。でもまあ景色最高ですね。もう半袖ですもんね。そうですね、こんがり焼けちゃいますね。いいっすね。新潟の高千代です。今日は小屋でお鍋をしながらのこを飲みます。新潟の山で新潟のお酒です。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。休憩していた男性、靴には金属製の爪のついた滑り止めが。万が一の時、下を歩いてる人に怪我させるとか、あとは何よりも家族を心配かけたり迷惑かけるので、うん、安全策は講じるのがいいと思います。日の当たる尾根は雪解けが進み、ちょっと怖い場所も。すごく好きなんで、これ見たいなと思って。あれ、あそこなんかアヒルがなんか泳いでるみたいな模様があって面白い。登山口から歩くこと6時間。急な登りの先に山小屋が見えてきました。はい、到着です。お疲れさん。 ありがとう。はい、田中さん、お待たせ。お疲れ様です。標高およそ1900メートルに立つ避難小屋、駒の小屋です。冷たい。どうですか。いや、気持ちいいです。あの暑い中歩いてきたんで、この水で生き返ります。キンキンに冷えた雪解け水。この小屋からそうですね、300メーターぐらい上流からパイプで引っ張ってあります。秋のうちにパイプついておいて、この春の水は、はい、こうして間違いなく出てますけど、秋のうちにやっておかないと雪の下ですから。この日は小屋開き。暗いうちから登ってきた小屋番メンバーのうち4人が雪囲いを外し、雨どいなどを取り付けました。
こちらはソーラーパネル。トイレの明かりと、それから衛星電話の充電用に使っております。ほとんどこれで間に合います。あ、そうなんですか。はい。ヘリによる荷揚げも行われました。バイオトイレ用のおがくずや緊急時用の食料などが運ばれ、小屋の準備はバッチリ。最後に大事な仕事が、山頂の銅像に届け物です。これから設置に行ってきます、はい、一緒に行きましょう。はい、はい、お願いします。山頂まではゆっくり登って20分ほど。こんにちは。いや、急登ですねこれ。いちご駒ヶ岳が呼んでます。よーい、ドン。いけ。最高ですね。すごい、360度全部見える。天気もすごいな。すごい、空気もいいしね。遠くの山まで見渡せるんで、すごい気持ちいいですね。平ヶ岳と尾瀬の山がくっきり見えます。そして山頂からまっすぐ続く縦走路の先には越後三山最高峰中野岳の姿が。冬の間麓で保管していた剣が銅像に戻りました。やっぱりあるべきものがないとね、微笑んでますよ神様。ご利益がありそうでいいですね。じゃあ行ってみます。はい。カメラを預けてゴミ袋そりで一気に下ります。これが最高に楽しいんです。市場から買ってきましたこれ。仕入れてきました。雪が残ってる時期だから肉ってね、凍らして持ってこれるんですよ。山に8時間ぐらいだったら、うん、まあなんとか大丈夫かな。あー、来た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 。いや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 、いいね。どうですか。もうでかいのも美味しいかもしれないね。夕方、もう一度山頂へ。水田がいいですね。うん、すごい。ちょうど今の季節、うん、ね。こういい感じにね、オレンジになって。やっぱ米どころだからね、すごいいいよね。
去年百名山達成したんですけれど、まあ、その中でも印象に残ったいい山ということでもう一回来ました。いや最高ですよ。なかなかこういう日にはね、巡り合えないですよね。この風景もぜひ見ていただきたいんですけども、やっぱり今日もそうですけど地面すごい硬くなってますよ ね、 ね滑るともう止まらないところありますからね、命に関わっちゃうんで、その装備だけはしっかり整えて楽しんでいただきたいと思います。